さて、それじゃあ早速今日のステージへ向かうとしよう。ちょっと待って、ミー君は？あら、そういえば来てないわね。ミサキちゃん、いつも待ち合わせ時間より早く来るのに珍しいね。何かあったのかな？みんなお待たせ。ミサキはどうしたんだい？ミサキちゃんは今日はお休みだよ。ライブ頑張ってねって伝言を預かってきたよ。みんな頑張ろうね。そうだったのね。確かにミサキはいつもとっても頑張っているから、たまにはお休みが必要よね。そうだね、ありがとう。それじゃあ早速ライブハウスに向かおう。待ち行く人たちが私たちを見ている。これも私の美しさゆえなのだろうか。儚さ、そして罪深さを感じる。カオルさんは十分目立ってるけど、多分いつも以上に視線を感じるのって私のせいですよね。あのミサキちゃん、どうして今日はミッシェルの姿でここに来たの？それはですね、ライブハウスの楽屋って結構狭いじゃないですか。他のバンドと共用のことも多いし、その狭い中で心たちにバレないようにミッシェルに変身するのちょっと面倒くさかったんですよね。そうだったんだね。心たちにミッシェルのこと説明するの面倒くさいし、よく言えば夢を壊さないようにしておきたい的な。それで黒服の人たちに相談して、待ち合わせからミッシェルでいようかなと思ったんです。今の時期なら防寒にもなりますし。ミサキちゃんらしい理由だね。そうでしょう。心たちはこの状況をあまり気にしてないみたいですけど、カノンさんにはちょっと申し訳ないです。歩いてるだけなのにめちゃくちゃ注目浴びてるし。私なら大丈夫だよ。その、心ちゃんと二人で路上ライブしたこともあったから。そっか。とりあえず今日は一日これでいるつもりなんで、よろしくお願いします。はい、そうです。世界を笑顔にしに来たのよ。この子はね、ミッシェルって言うんだよ。ミッシェルは DJ なんだ。ルフ？ミッシェルはミッシェルよ。ライブ衣装に着替えるってことかしら。わ、やばい、めちゃくちゃめんどくさいこの状況。ココロちゃん、ミッシェルはね、ミッシェルは女の子だから、ライブ衣装に着替えるときは鏡たちと同じ更衣室を使えるね。さあミッシェル、私の手を取ってエスコートしよう。みんな少し落ち着いて。スタッフさんが混乱しちゃうから少し静かにしてようね。すみません、うちのメンバーが。うわ、逆効果。ああ、もうこうなったら。あら、ミシェルどこか行っちゃったわ。どうしたのかしら。すみません、スタッフさん、今日のライブの件私が話聞きますから。ミサキちゃん、
さき、今日はお休みだってミシェルから聞いていたわよ。一体どうしたの？どうしたもこうしたもないってば。ミシェルから大変だから助けてって言われて飛んできたんだよ。休みの中わざわざ来てくれたなんて、ミサキ君はなんて素晴らしい人なんだ。開かない。はいはい、開かないのは分かったから、皆さん先に楽屋に行ってください。私が受付とか済ませておきますから。ありがとうミサキ。でもミシェルはどこへ行ったのかしら。ミサキを呼びに行ったのよね。先に楽屋へ行ったのかしら。ミサキちゃん着替えてきて。落ち着いたし、受付は私が済ませておくよ。カノンさんありがとう。